海上自衛隊潜水艦が22隻体制整う中、世界最強静粛性で日本海域を防衛している中、近年、中国の膨大な軍事拡大で、極東の緊張状態が一気にレッドラインに引き上がった。今回は、海上自衛隊の潜水艦を中心に、防衛戦力について詳しく見ていきます。5分で崩壊するという最悪のシナリオを描きつつ、最大限の戦術を海上自衛隊潜水艦は編み出しています。マジで、やばい。2022年12月に、日本政府は、いわゆる安全保障三文書と呼ばれている、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画を、更新の上で閣議決定し、これらに基づく防衛費の増額と、防衛装備の調達計画を進めている。現状では、これによって、2023年度から、2027年度の5年間での累計の防衛予算の総額は、およそ43兆円に達する見込みとなっており、かつての冷戦時代からの不分率であった、対 GDP 比での 1% 以内という括りを、過去のものとした。一応、現状では、日本の防衛予算の対 GDP 比は、NATO 加盟国の基準でもある 2% に準じるものとなった格好だが、昨年2022年に正起したロシア・ウクライナ戦争がこうした動きを後押しした感は強いだろう。1991年に旧ソ連が崩壊した後、日本を含む西側諸国は、その筆頭たるアメリカも含めて最大の仮想敵国が消滅した状況を受けて、すべからく軍事費を削減する傾向が長く続き、日本と同じような動きを今また見せている。日本やアメリカにとってみれば、特に2000年代以降は、急速な経済発展に伴い、軍事力の増強を続けていた中国を横目で見つつも、今のロシア・ウクライナ戦争ほどの危機感が醸成されていたとは、言い難い状況だったように思える。さて、そんな総合的に見れば、防衛予算の大幅な増額へと政策を転換した日本だが、その基本となる国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の安全保障関連の3文書は、後ろの2つは、今回より名称が変更されたものだ。従来まで、破国家防衛戦略は、防衛計画の対抗、防衛力整備計画は、中規模防衛力整備計画という名で呼ばれていたもので、前者がおよそ10年間、後者がおよそ5年間を目途に、日本の防衛力のあり方と、それに必要な装備品の数を定めてきた。その中で、最も古い1977年度からの51期の防衛計画の大綱では、陸上自衛隊は、総兵力18万人で戦車約1200両、海上自衛隊は、護衛艦約60隻、潜水艦16隻、作戦用航空機約220機、航空自衛隊は、作戦用航空機約430機となっていた。これが、最後の2019年度からの30機の防衛計画の大綱では、陸上自衛隊は、総兵力 15.9 万人で戦車約300両、海上自衛隊は、護衛艦約54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機約190機、航空自衛隊は、作戦用航空機約370機になっていた。ここから見て取れるのは、旧ソ連の崩壊に伴い、それまでは、北海道への同国軍の上陸の可能性を危惧し、特に、陸上自衛隊の戦車数が多かったものが、実に、今は、4分の1ほどに削減されているという点が、最も目につく。また、航空自衛隊は、保有する航空機の性能の向上にも左右されるとは思うが、微減の傾向にあり、海上自衛隊も、
航空機に関しては同様の傾向がうかがえるが、その中にあっても潜水艦だけは16隻体制から22体制へと確実に増強されている。加えて南西諸島方面への中国からの圧力の増加を反映して、事前の警戒体制を強化するべく、従来にはなかった小型の艦艇である哨戒艦を新たに装備に加えるなどの変化が見られ、海上自衛隊を重視する方向性が感じられるだろう。防衛計画の大綱における海上自衛隊の潜水艦の体制は、1977年度分から2010年度分までが16隻体制であり、現行の22隻体制への増加が打ち出されたのは2011年度以降で、実際にこの数量に到達したのは昨年2022年の3月からである。そして今年2023年3月時点でもその体制が継続されており、内訳としては全てが通常動力型の攻撃型潜水艦で構成され、内訳は親潮型が8隻、双竜型が12隻、太平洋型が2隻を実戦配備し、親潮型2隻を別途練習艦として保有している。長らく続いた海上自衛隊の潜水艦16体制とは、裏を返せば、その数量の潜水艦が揃った時点で、運用年数を何年に設定するのかで、以後の新規の建造数が左右されることになるわけで、日本の場合は、毎年1隻ずつの入れ替えを堅持してきた。これは、日本の防衛を占う上でも、潜水艦の存在は非常に重視されてきた証と言えそうで、三菱重工業者と川崎重工業者という日本で潜水艦の建造能力を持つ2社が、その技術やノウハウを維持できるよう設定されたと言ってよいだろう。三菱重工業者と川崎重工業者では、互いに1年おきに潜水艦の新造を繰り返すサイクルが継続されており、これはつまり16隻体制完了時には基本的に16年を運用上限として古いものを退役させ新型艦を補充するものだった。2011年度以降に海上自衛隊の潜水艦の体制が22隻へと造成された後でもこのサイクルは維持されており、実戦配備数が6隻分増加したことを反映して、今は基本的に22年を上限として入れ替えを行っていくことを意味する。世界の潜水艦の保有、運用国を見た場合、その運用年数は少なくとも30年以上であることは珍しくなく、その意味においては海上自衛隊は最大の戦力である潜水艦隊について数量だけではなく運用年数でも優遇していると言えよう。この甲斐あって、三菱重工業者と川崎重工業者とは、世界的に見ても、通常動力型の攻撃型潜水艦の建造については、高い技術力を維持できていると思われ、ことに、静粛性においては、間違いなく、指折りの性能を確保していると考えられる。最近では、カナダ海軍が、老朽化の著しいビクトリア級潜水艦を、最大で12隻の新型の通常動力型の攻撃型潜水艦を調達することで置き換える計画を始動させようとしており、その候補に日本の名も一部のメディアで挙げられている。カナダ海軍のビクトリア級潜水艦は、もともとはイギリス海軍がアップホルダー級として1990年から1993年にかけて4隻を就役させた通常動力型の攻撃型潜水艦であり、2003年から2004年にかけて全隻がカナダ海軍に売却されたものである。同艦は水上排水量が2185トン、水中排水量が2400トン、全長が 70.26 メートル、全幅が 7.6 メートル、喫水が 5.5 メートルの規模を持つディーゼルエレクトリック方式の潜水艦で、
533mm 魚雷発射管6門を備え、MK48 超魚雷を18発搭載する仕様だ。イギリス海軍は、アップホルダー級として、1990年から1993にかけ、4隻を就役させたものの、そこからわずか最短1年、最長でも3年という短さで、退役を決断。これは、運用する潜水艦を、すべて、原子力推進型で統一するための措置だった。そこからおよそ10年を経て、4隻すべてが、カナダ海軍に再就役し、ビクトリア級潜水艦となったわけだが、最初のイギリスでの就役時点の1990年から起算すれば、すでに、今年で、慣例は、最大で34年目に達している、計算となる。カナダ海軍も、ロシア・ウクライナ戦争の余波を受けて、対ロシアを、念頭に、新型の通常動力型の攻撃型潜水艦を調達する検討に乗り出しているとみられ、韓国と日本の潜水艦建造企業を視察していると報じられている。これまでに、オーストラリアに対して、双竜型を輸出する可能性が報じられただけの日本にとって、今回のカナダ海軍の件も、受注に至る可能性は、非常に低いと個人的には思えるのだが、続報には注視したい。さて、海上自衛隊の潜水艦隊だが、22隻の実戦配備の艦艇は、神奈川県の横須賀基地に10隻、広島県の5基地に12隻が配備されており、いずれも任務や整備の場合を除き、停泊地へ目視可能な状態で係留されている。この状態を指して敵対する勢力が、少人数によるテロ活動的な攻撃を敢行してきた場合、かなりの確率で破壊されてしまうと危惧する声も一部にはあり、一度でも横須賀基地や呉基地の周辺を観察した人なら頷ける指摘ではあろう。しかし、2001年のアメリカでの同時多発テロの例を引くまでもなく、多くの国の軍事施設は日本を含めて同じような状況だとも思われ、その防止に専用の施設を設ける対応を行うことは非常に困難なことも明らかではなかろうか。